払いたまえ。呼ぶんだから顔見ながら口見たら酒やりたまえ。払いたまえ。呼ぶんだから顔見ながら口見たら酒やりたまえ。払いたまえ。
趣味だもん、酒屋とか。払いともない。極めてもない。かぶながら、趣味でもない。酒屋とか。払いともない。極めてもない。かぶながら、趣味でもない。酒屋とか。一寸法師と竹の部神社。一寸法師あらすじ。昔昔あるところに身長が一寸三センチほどしかない子がいた。その子は何年経っても大きくなることがなく一寸法師と名付けられた。ある日一寸法師は武士になるために京を目指しお椀の船にお箸をかじかじろお椀の船にお箸をろに針を刀の代わりにして旅立つ。京に着いた一寸法師は京で一番大きな屋敷に住み込みで奉公する。屋敷の主三条大臣殿に大変気に入られた一寸法師は姫のお供で清水寺へ行くことになるが、道中で鬼に襲われ鬼に丸飲みにされてしまう。しかし鬼の腹の中で針の刀を振り回して大暴れすると、鬼はたまらず一寸法師を吐き出して逃げていった。逃げた鬼は振れば願いが叶うという打ち出の小槌を落としていった。一寸法師が打ち出の小槌を振るとどんどん背が伸びて立派な男性になった。そして姫と結婚し、打ち出の小槌で金銀宝物を打ち出して末永く繁栄した。一寸法師。